はい、い、えー、大学の特別講義でございます確かにね人生がどん底の時っていうのはその人の進化が問われますね私ね一つ心に決めてる時があるんですけども最最悪なな時こそ最善を尽くせってやつなんですよまあ当たり前のことっちは当たり前のことなんですけどもまあでも誰もが当たり前のことできればね妙な人生の落ち込みには入ってないわけですよだから当たり前のレベルがねやっぱりこういろいろあるんだろうなと思います 私は常にそのぐらいできて当たり前だろうっていうふうにまあ自分に課してるわけですよ高いレベルのことができていやそれは当たり前と高いレベルでも何でもないよっていうふうにまあ思い込むことにしてるんですよで相当上手にできたなと思っても奢らなないことんでもその中でさすがに今回は痛い目を見たなさすがに今回は落ち込んだなって時 そういう時にどうするかなんですけども、その時に自分の実力が出るんですよね。実力ってのは、運とか縁を取っ払って、本当の自分の奥底にある、自分一人の力のことです。普段はだから、運が良くっていい目にあってる。人のご縁で上手に祭り上げられてるっていうところなんですよね。そういう意味で言うと、いいことがあったら皆さんのおかげで、悪いことがあったら、 自分が原因っていうふうに考えると、じゃあ自分が原因なんだったら、その原因たる自分を変えていくことによって、最悪を打破できると思うんですよね。だから、最悪な時こそ最善を尽くせ、ね。これはあるビジネスに乗っかって、そこにね、お金を預けていたら、なくなっちゃった。最悪だでその時にどうするんですかってことなんですよ。最悪だあいつのせいだあいつが詐欺だって言って何か変わるんですかってことなんで、あの、アンチ的な思想とかね、誰かを貶めようっていう行動ってのは、何にもならないんですよ。 誰かを不快にするだけなんですよ、うん。で、人を攻撃することって、その時は胸がスッとするんでしょうけども、結局は攻撃する能力をね、自分を高める能力に使っていれば、どれだけ救われるだろうかっていうことなんですよ。せっかくエネルギーを使うんだったらね、自分を築き上げることに使えばいいのになと思っているところですね。そ、はいえー、そういうい意味も込めて最悪のの時こそ、まあ、自分の進化が問われると最悪の時に 自分から落ち込んでもっとね、状態を悪くするのか、それとも最悪の時だからこそ、よし、また抜け出そうかなっていう形で最善を尽くすのか、大きく分かれるところだなと思います。皆さんいかがでしょうかねそれでは今回は以上です。いってらっしゃい。